こんにちは、天文アカデミー堀秀夫です。カートを取る上で意識した方がいいのがですね、専門家というのが新たに加わりました。これはですね、今までジャンルを問わず50商品取引をすると、であとジャンルを問わず50商品取引をしてれば、まあメインとする、例えばおもちゃならおもちゃ、他のジャンルならじゃ他のジャンルのカートが取りやすいというのがありました。おそらく、まあ、何件も取引すると、セラーアカウントの、まあ、レーティングが良くなって、まあ、レーティングが良くなることによってカートが取れるというのがあったんですけど、今後は、専門化をした方がカートが取りやすいです。これはですね、メインの理由は Amazon のテクニカルサポートの業務軽減というのがあります。細かいね、説明は、すると長い動画になるし、めんどくさくなっちゃうんで、また別な動画にします。ご興味のある方は、そちらをご覧になってください。解説の方は別な動画で作ります。ただ、一つ言えることは、いろんなジャンルのものを、いろいろやるのは、あまりカート取得の上では、プラス効果がなくなってきたと。それよりも、メインで扱うジャンルを決めて、そのジャンルだけは、多少利益率が落ちてもたくさん取引すると。まあ、他のジャンルはね、儲かるもんがやらないというようなメリハリをつけた方が、カートが取りやすくなりました。これね、すごい売りやすくなって、売れるようになりましたと。カートがすごい取れてますという方と、カート取れなくなっちゃいましたという方と、両方最近出てきてですね、違いを比べてみたら、どうやら、いろんなジャンルの商品を、まんべんなくというか、あれこれ扱ってる、まあ、よろず屋さん的なやり方をしてると、カートが取りにくくなってると。で、ある程度、ジャンルを特化して、特に、ある程度の商品でメインとなるね、たくさん売れてる商品を持ってる人は、カートが取りやすくなってるという傾向がありまして、今までの Amazon のシステムの移り変わりを考えると、まあ、どうやら、専門店化した人を優遇しているなというのが分かりました。今後の対策としては、メインのジャンルを決めて、メインのジャンルの取引件数を多くすると。メイン以外のジャンルは、あまり取引件数を稼いでもしょうがないというか、メイン以外のジャンルで取引件数を稼ぐと、かえってメインのジャンルのですね、比率が少なくなるとカートが取りにくいというような弊害があります。そんなわけで、メインを決めてそのジャンルの商品をやるというのを心がけてください。またなんでそうなったかとかですね、ご質問のある方は、追加の動画あるいは、チャットワークの方にご質問をお寄せいただければと思います。この変更は非常に重要な変更ですのでですね、忘れずにというか、意識して、扱いを、決めてください。以上、天文アカデミー堀秀夫でした。